よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。タイトルこのままです。じゃあ始めさせていただきます。僕は北海道生まれ北海道育ち、脱北歴5ヶ月ということで今年4月、上京して就職しています。で現在の所属なんですけど、ガイアックスの新卒エンジニアとして働いています。であと、釧路にある北海道の釧路っていうところ右側なんですけどにある、勉強会 OSS コミュニティの関東支部っていうのを勝手に立ち上げて勝手にやってます。で、その名前脱北者の竹内っています。よろしくお願いします。で、はい、早速いくんですけど、まあ、タイトルに戻って、怒涛の研修日誌ということで、新卒で入った会社 の、 その研修期間にあったことについてお話ししようと思います。はい。でまあ、研修の概要なんですけど、期間はまあ4月から4月までのまあ約3ヶ月間の間で、6月から1ヶ月間最後は集大成としてまあサービスを1個作ろうというふうになりました。でまあ、1ヶ月でそのサービス作ってもリリースしようってことと、あとまあメンバーが新卒エンジニア5人で、まあ、その中でまあウェブサービス開発してそのままこう会社に入ってきたっていうのがまあ2人でした。で、まあ、この30日ぐらいある中でその締め切りが決まった中で、まあ、実際どういうふうに1ヶ月過ごしてきてどういうふうに苦しんだりこう楽しんだりしてたのかっていう話をさせていただければと思います。はい。でどんなサービスを作ってきたかっていうのは、まあ、木曜日の前夜祭で、高幸こと、パール入学式の校長のパピックスさんがお話ししてくれたと思うんですけど、まあ、合同新人研修っていうのがまず4月にありました。これは7社ぐらいですね。まあ、ガイアックスもそうですし、モバイルファクトリーさんとかそういうところいろいろあって7社ぐらいでやってました。でその中でサービス開発コンテストっていうのがありまして、そこで優勝したサービスっていうのを、まあ、具体的に作ろうということになりました。でここら辺詳細は、まあ、素晴らしいレポートを義表さんレポートから、まあ、読んでいただければと思います。で、どういうものを作っていたかっていうと、まあ、道場という世界観とあと師匠弟子という関係を、まあ、プログラムの勉強の中に持っていこうということをコンセプトにして進めていきました。でそれが、まあ、ギーク道場というサービスです。で、このギーク道場を作っていく上でこうどういう思いを込めていったのかっていうのを具体的にお話しさせていただければと思うんですけど、まあ、具体的にキーワードとなるのはこの3つですね。まあ、勉強会とぬくもりとあと継続っていうところですね。これについてちょっとお話しさせていただきます。で、東京と北海道の勉強会っていうのをちょっと違い出してみようかなと思ったんですけど、北海道の中に、札幌は入れてません。今回ちょっと都会なんで、あそこ田舎者からしたらちょっとありえないんで。で、まあ、東京なんですけど結構開催数が多いなっていうのがあって、この前、パールじゃなくてごめんなさいなんですけど GO の勉強会が4日間で3回あるとかで、どれもその参加者の数が50人とかそれぐらい多くてすごい、まあいっぱいあったんですけど、まあ、関わりがちょっと薄いかなっていうか、いっぱいいろんな人がいるんでどうしてもなんか顔なじみになるような人があんまりできなかったりとか、初めてでエイヤーって言ってみても仲良くなんか参加者の人と交流できなかったなと思うはあると思います。で北海道は逆に開催数が少なくて、僕が行ったところ1ヶ月に1個のグループが1回しかやらないとかそういうのが普通で、あと、まあ、10人来れば大成功みたいなそういう感じでした。ただその代わり、まあ、メンツはほとんど固定されてるんで結構関わりは濃くできました。でそういう関わりが薄い部分をどうにかしたいなっていうのを、初心者の人が入っていって勉強できる環境を作りたいなっていうのがまず1個ありました。であとそのググレ貸すとかそういう文化、ちょっと冷たい感じの文化をどうにかしたいなっていう思いがありました。でその中でぬくもりっていうのをこう勉強会の中に生み出していって、こうどん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 こうみんなが楽しい思いをしていって自分の技術を伸ばしていければなと思いました。でまたあと師匠と弟子という関係であったりとか、その、まあ、少人数でちょっとやっていこうっていうのをまあ押し出してるんですけど、その中でこう継続性、どん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 こう自分がステップアップしながら師匠とまあ交流しながら弟子がどんどん力を高めていけるっていう、そういうものを本当に作りたくて、で進めていきました。ギーク道場を開発していく中で、で、具体的な進め方なんですけど、まずまあユーザーストーリー、師匠と弟子とかそういうのを分けてやったりとか、あとそこからバックログを取り出してスプリント1週間ペースで大体回してきました。で僕らそのまま、スクラムとかアジャイルとか全然知らなくて、あとウォーターフォールもやったことないのいきなりやれって言われて、結構まあ最初は試行錯誤しながらやってたんですけど、でまあ後半になってくるにつれてどん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 自分たちの見積もりが合っていって、でそれがもうこういう感じになりました。で開発を支えた技術なんですけど、まあ、これもまた木曜日の前夜祭でお話しさせていただいたのでちょっと割愛するんですけど、一つだけこれ使いました。で具体的に何したかっていうと、まあ、寝坊した同期を起こすっていうので要連打する
で最後に、自分たちの思考をウェブサービスに出して本当良かったです。であと1ヶ月一緒に中で同期と深めることができました。あとぬくもりとある環境で教え学ぶ会うことができました。これは本当ギーク道場がやりたいことです。ですのでよかったらぜひギーク道場へ行って師匠を見つけてみてください。ご清聴ありがとうございました。